うっちーさん、LINE アット登録ありがとうございます。はい。えー、今日のですね、18時と、えー、22時ですかね、えー、コピーライティングボックス、がっつりセールスが入りますんで, <laughs> まあで、ね。ま、とで LINE の方は登録していただいて、あの、直球で申し訳ないんですけど、売り上,上げ上げるためにやってますんで <laughs>、商品バンバンセールスします。はい。なんで、ね、商品買いたくないなとか、うざいなと思ったらすぐブロックしていただいて、 でただメリットとしては今、あのー、お問い合わせいた LINE の方でお問い合わせいただいたやつに関しては無料でサポート、回答していますので、まあそれがまあ,あ、メリットとしてはあります。ただセールスしかしないので、まあたまにね、プレゼ,プレゼント企画もたまにしますけれども、基本的に毎月商品売ってますんで、はい、それのご案内をさせていただきます。はい。で、あとはまあ、あのー、なんだろうな、えー、 やりましょうです <laughs> まあ僕もあの今のこの生活してる理由のコアは何かっていうとただやってるだけなんでうんまあいろんな方にサポートしたりアドバイスはしてるんですけれどもやっぱりそのやれないやらない続けられないっていうところがやっぱ多いですねであのもう昨日かおとといですかね音声対談取ったんですけど で今、ちょっとセールスしてるので、セールス終わったら、ちょっと音声対談、LINE の方でもシェアしますけど、この前、あのー、撮ったのが57歳、57歳の方が、去年から YouTube 始めて、広告収入で12月か、12月26万ぐらい稼いだってとこで、まあ、初めてね、まあ、ネットで稼げるっていうのは知って、6年ぐらい経って、ようやくう、実際収益化できたんですけど、57でも行けます。 年齢関係ないですから、あとはやっぱ、まあ、何かその、フォーカスしてやってほしいなとは思いますね。まあ僕はもう YouTube 一点張りでやってて、まあ、その方はその広告収入ですね。あ、そう。その方は、あの、野球チャンネルやってます。野球のニュースチャンネルみたいな。で、今、えー、っと、えチャンネル登録者数が7600ぐらいですかね。で、一番回してるのが120万回ぐらい回してるんですけど、まあ野球のニュース、もしかしたらね、 まあ、アイコンがちょっと野球だったんで、あのそのチャンネルの動画見たかもしれないですね。うん。そう。だからまあ、あまあそ、それも LINE で公開しますんで、まあ、多分、アイコン野球なんで、嫌いではないですよね、多分。<laughs> 多分、嫌いではないと思うんで、まあ、その57歳の方の音声対談、ちょっと聞いてみてください。多分あさっ で、明日ですかね、今日でその商品販売終了を一旦するので、明日シェアしますんで、まあ、それはちょっと聞いてほしいなと。アイコンが野球だったんでね。うん。はい。まあその方は顔出しせずに、野球のニュースの、えー、番組をこう編集してまとめてニュースみたいな感じで流してる感じですね。はい。まあそんな感じで、あのー、年齢は関係ないですし、えー、あとはやるかやらないかですね。うん。 まあやってほしいなと思います。まあ、お金稼ぎたいんだったら。まあ、今現状として、まあ僕は言わなくても、まあ感じてるとは思いますけど、まあ去年からコロナが出て、まあ今年も爆練してるし、まあ今後の経済状況も、うん、いいかって言われると、間違いなく悪い、うん。で、東京オリンピックも強行でやったとしても、多分ん、うん、いい方向にはいかないんじゃないかなっていう。それはまあ イメージすればわかりますよね。このコロナの中やったら、人集まんないようにしても集まるじゃないですか。集まったらまた、まあ海外からも来るし、もうまた、うわーなるっていうのは、まあ予測できますよね。<laughs> うん。で、まあこれは報道陣で報道しないかもしれないですけど、その、あの、や、なんだ、オリンピック観戦中に、そのクラスター発生しましたたったら <laughs>、もうこれ一大事ですよね。 うん、まあ、それは国として放送しないようにするかもしれないですけどまあ今後その僕あと3年ぐらいはかかるかなっていうあとはなんだワクチンも今出始めてますけどもうこれも強行突破でやってるのでまあ人体に影響が出ましたみたいなまたなったらもうこれも問題になるし、うん、だからやっぱ自分で稼ぐっていうスキルは絶対ネットを使ってねな僕もそのなんだカメラに向かって喋ってるだけであって 別に外に一歩も出なくても、も多分問題ないので <laughs>。だからなんだろうな、緊急事態宣言が発生された次の日のツイッターのトレンドで、満員電車、すし詰めっていうのがなんか上昇したらしいんですけど、うーん、まあ、正直きついですよね。うん、だって、えー、わざわざリスク高い満員電車に乗るわけじゃないですか、東京の人とかは。でもそれしかないっていうね。 うん、だからそれはもう、うん、考えて、まあ、や,やってほしいなとは思いますね。うん、はい、まあ、ということでいろいろと言いましたけれども何かあ聞きたいことあれば LINE の方でメッセージいただければ回答させていただきます。では。